おはようございます。うん。すごい、みんなちゃんと起きてるたくさんおはようが、おはようの嵐。今日は休みだから眠い。休み？お、いいですね。うん。でも今日木曜日だからもう1週間が終わるんですね。すごい早い。なぎちゃんはお昼からお仕事ですか？お昼からっていうか、この配信終わったらそうすぐぐらいに家出なきゃいけなくて、今日集合すごい早いね。毎回この配信終わったら早く家出なきゃいけないって言ってるね。ギリギリで生きています。お、はあみさんピンクマ10個ありがとうございます。ピンクマギリギリで生きている。かっこいいな。うん、かっこよく言ってみたってことは次の枠は給湯室からかな。なんか次の枠は多分できると思うんですけど、多分移動中なんですよね。そう、車の中からかも。てか車の中からですね。次多分できると思うんですけど、はい。ね、7時5分に配信を始められるかわかんない。なんか寝過ごしたらやばいよね。寝過ごしちゃいそう。車乗ってるとさ寝ちゃうからさ、朝早いと、そこだけがちょっと不安ですねね、周りに頼んでも多分周りも多分寝ちゃってると思うので、移動時間長い。そうですね、ちょっと長めかも。うん、この前はサイン会ありがとうといたしましてサイン楽しみに待っててください。一日中、そう、今日一日中ロケなんですけど、そうですね、なんかロケって巻くのか押すのかって分かんないからね、夜もちょっと分からないんですよね。うん、もう大体押しちゃいますね、いつも。はじめまして。はじめましてですか、本当に。納涼祭で浴衣姿可愛すぎて心奪われましたありがとうございます。納涼祭はもうつい最近なのに、なぜか懐かしく感じてしまう熱中症気をつけてね。本当に暑いから、水分はね取りすぎなんじゃないかぐらい取った方がいいと思います。熱中症は怖いよ本当に。ちょっとでも具合悪いとコロナかなってなっちゃう時期だから、本当に大変ですよ。うん、仙台で暑さに耐えたせいか今の暑さに慣れちゃったな。仙台のあの一日であの一日で慣れちゃったのはすごいね、すごい対応力ですねあ、確かに仙台暑かったね。暑くないと聞いてたんですけど、暑かったです、普通に。今日ゆいゆいと一緒なんですね。ゆいゆいショールームより一緒ですね。ゆいゆいが車の中からショールームするのかな、わかんないけど。タクシーから配信してるのすごいねえタクシーからすごすぎないタクシーの中からってなんか結構勇気いるな。なんかだって運転手の人に「何この人何やってんだろう」と思われそうすごくない？タクシーってすごい面白いね。ゆいゆいって本当にこの前船から配信してたよ私もそれ聞いたんですよ。この間船から配信してたよねって。そしたら「そうなの」ってなんか言ってて「でもね大人とかに何も言わないで始めちゃったの」って言って、なんか「本当にやっていいか分かんない」みたいに言っててめちゃくちゃ面白かったよし、じゃあそろそろ星集めじゃないわ。壇上を読みたいと思いますね。はい。13位はカイザースラウテルンさん、ありがとうございます。カタカナが並びすぎるとね、読めなくなる現象ある、たまに。12位はガッチャンさん、ありがとうございます。11位はゆきさん、ありがとうございます。10位はまゆゆかみおひさん、ありがとうございます。9位は大粒ちゃん、ありがとうございます。8位はケルビンさん、ありがとうございます。7位はとかちんさん、ありがとうございます。6位は国用かっこ弱い人さん、ありがとうございます。5位はガッシュさん、ありがとうございます。4位はカンタ@カンカンさん、ありがとうございます。3位はメロメロンさん、ありがとうございます。2位はカントリー@なぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。1位はハーミさん、ありがとうございます。イエーイ。じゃあこの配信が終わったら私はすぐにまた行く準備をします。短時間で準備できるかが不安だけど準備頑張ります。とにかくね。じゃあまた7時5分になったらまた見に来てください。まだ早いか。まあはい、まだ5時ですが、絶対ね過ごしたくはないので頑張ります。じゃあまた後で来てくださいね。絶対ロケも頑張ります。じゃあまた後でバイバーイ。